キンプリとナンバーアンダーラインイ、ファン同士の対立はなぜ生まれた炎上の歴史を振り返る。ファンが暴走。平野翔はなぜ沈黙するのか事務所の責任は滝沢秀明社長、ついに動く。戸部が目指す、新しいファン文化とは ?2023 年、アイドルグループキングプリンス、通称キンプリンのメンバー3人、平野翔、ガンユータ。 神宮寺雄太がグループを脱退し、新たに滝沢秀明氏のもとでナンバーアンダーラインアイというグループを結成しました。この出来事はファンにとって衝撃的であり、キンプリの元々の5人体制を愛していた多くのファンにとって、グループの分裂として受け取られました。この分裂によって生じた傷は、現在に至るまで多くのファンに残っており、応援するアイドルの変化に順応できずにいるファンも少なくありません。元踊り アイドルの世界において、グループのメンバーが脱退したり、新しいユニットを結成することは珍しいことではありません。しかし、今回のキンプリとナンバーアンダーラインアイの状況は、異例とも言えるほどのファン同士の対立を引き起こしました。その原因としては、脱退の理由が明確にされなかったことや、メンバー間の関係性についてファンが十分に理解できなかったことが挙げられます。ファンは、 メンバーがなぜグループを離れることになったのか、その背景や詳細を知りたがりますが、公式には限定的な情報しか提供されず、それがファンの不満を増幅させたのです。この対立の中で、SNS やインターネット掲示板での誹謗中傷が頻発し、どうこした過激なファンの行動が見られるようになりました。その一例として、2023年8月21日、 キングプリンスのメンバーである長瀬廉への殺害予告が掲示板5チャンネルに書き込まれるという事件が発生しました。これを書き込んだとされるのはナンバーアンダーライン愛のファンであると自称する50代の主婦で、彼女はキングプリンスのファンによるナンバーアンダーライン愛への中傷に対して報復したと主張しています。このような事態にまで発展した背景には、ファン同士の対立がただの意見の相違や競争心を超え、 個人の名誉を傷つけるような深刻な問題に変わってしまったことがあると言えるでしょう。この事件をきっかけに、多くのファンがアイドルのメンバーや事務所に対して、ファンの暴走を止めるべきだ、という声を上げるようになりました。特に、ナンバーアンダーライン愛のメンバーである平野翔に対して、自身のファンに向けて注意喚起をするべきだ、という要求が増えています。一部のファンは、平野が何も言わないことが、 ファン同士の対立を収束させない原因の一つだと主張しています。しかしながら、このような意見に対しては反論も少なくありません。タレントがファンの行動を制御するのは本質的に無理があるという指摘や、誹謗中傷の責任をタレントに押し付けるべきではないという声も多く見られます。事務所側も対応を試みており、2023年6月には滝沢秀明氏の事務所である戸部が SNS ガイドラインを発表し、 またスタート者も8月23日に誹謗中傷などを通報するための窓口を設置しました。しかし、これらの対策が今後の事態の収束にどれだけ効果的であるかはまだ未知数です。SNS というプラットフォームでは、自由な表現が許される一方で、その自由が他人を傷つける武器として使われる危険性も常に存在しています。ファン同士の対立は、単にアイドルグループ同士の競争から生まれるものだけではなく、 時には社会的な現象としても広がります最近では、スポーツ選手や芸能人への誹謗中傷が増加しており、その結果として精神的なダメージを負うケースも少なくありません。例えば、2024年のパリ五輪においても、選手たちが SNS で受けた中傷に苦しんでいるという報道がありました。このような事例は、ファンの行動が時にエンターテインメントを超えた重大な問題へと発展することを示しています。 SNS での誹謗中傷や殺害予告がエスカレートする背景には、インターネット上での匿名性が大きく関与しています。多くの場合、顔や名前を明かさずに意見を発信できることが、攻撃的な発言を助長しているのです。また、ネット上の炎上文化も問題を深刻化させています。人々はしばしば感情的になりやすく、批判的な言葉が広まると、 その波に乗ってさらに攻撃的な発言が飛び交う傾向があります。しかし、こうした状況を改善するためには、単にタレントや事務所が対策を講じるだけでは不十分です。誹謗中傷や殺害予告といった行為は、法的に許されない重大な犯罪であり、社会全体で取り組むべき問題です。日本においても、インターネット上での中傷行為に対する規制を強化し、被害者を保護するための法整備が進んでいます。 例えば、SNS での誹謗中傷に対しては、名誉毀損としての法的措置が取られることが増えており、実際に裁判に持ち込まれるケースも増えています。ファンの役割とは、本来、応援するタレントやアーティストに対して愛と支持を送るものであり、その関係は相互に尊重されるべきものです。しかし、度を超えたファンの行動は、応援しているアイドル自身にも負担をかけることになります。 長瀬廉や平野翔が今回の事件のような過激な行動に対して何も言わないのは、彼ら自身がファンとの間に築き上げた信頼関係を壊したくないからかもしれません。また、アイドルたちは自分たちの言葉がどれだけ影響力を持つかを理解しており、一言発することでさらに事態が悪化する可能性があることも懸念しているのでしょう。それでも、ファン同士の争いは続いています。一部のファンは、 自分たちの応援するアイドルが正しかし、これはアイドル自身が望んでいることではありません。むしろ、彼らは自分たちが仲間であること、そしてお互いを尊重し合っていることをファンに理解してほしいと願っているのです。ファン同士の争いは、結果的にアイドル自身を苦しめることにつながることを、多くのファンが学ぶべき時が来ています。 SNS での過激な発言や誹謗中傷が減少することは、ファン文化全体にとっても大きな利益となります。これにより、アイドルたちは本来の活動に集中でき、ファンはより純粋に彼らを応援することができるようになるでしょう。キング・プリンスもナンバー・アンダーライン愛も、それぞれのメンバーがファンのために一生懸命に努力していることは明らかです。彼らは自分たちの音楽やパフォーマンスを通じて、 ファンに喜びや感動を届けることを目指しており、そのために多くの犠牲を払っています。私たちファンも、彼らの努力に応えるために、自分たちの行動を見直す必要があります。特に、インターネット上での発言に対しては慎重になるべきです。誹謗中傷や過激な発言は、とえ一時的な感情に基づくものであっても、相手に深い傷を残すことがあります。 ネット上の言葉は消えることがなく、後々まで残り続けることがあるため、その影響は計り知れません。平和な応援文化を築くためには、ファン一人一人が他者を尊重し、冷静な態度で応援活動を行うことが求められます。また、アイドル自身も、自分たちのファンに対して感謝の気持ちを伝えつつ、時には注意を促すことも重要です。ファンとアイドルの関係は、一方通行ではなく、 相互に支え合うものですその関係を大切にすることでアイドルたちもファンもより豊かな経験を得ることができるでしょう。今後キンプリとナンバーアンダーライン愛のファンが歩み寄り互いに尊重し合う文化が生まれることを願っています。